さてではいよいよですね終了手順に入りたいと思いますね。まずですけど終了手順は資料交換でいきます。資料交換1、資料交換、あっね、ちょっと言うの忘れてたんですけど、まあおそらくねこれがね PDC がねこれチェック入ったままになってると思います。通常はそれでいいと思います。なかったらねチェック入れておいた方がいいかなとは個人的に思います。でまあとりあえず資料交換位置緑になりましたんで資料交換できるようになりました。できるようになりました。じゃあ資料取り出しましょう。取り出すか移しましょう。で、取り出すか移す、取り出すために移す準備ですね。でまずはこれでこうですね。でまずはこのロッドを上げます。カチカチカチッと、よし、でこれで行って、でこれで入れて、で左に回して引きます。まあ一緒ですね、最初の時はね。いいですね。そしたら、次は、次はですね、次は、あ、スッとやってしまいましたけど、最初と一緒ですけど、入れたら左回しですからね。で、今こうなってますからね。あの白いボタンの位置がこうなってますからね。ね、こうなってますからね。よいしょと、でこうなってますと、でこうなってます。でそしたら次はちゃんとここにありますから資料交換弁当のボタンを押します。まあこれ最初と一緒ですね。で弁当してもいいですかで OK します。もう一緒です。でこれまずどうするかというと資料取り出した後に、さっき入ってた標準仕様のやつを入れてオフプットになってます。なのでそうしてください。機械によっては変わると思います。何もなくていいんだよみたいなところはあると思うんですけど、一応ここでは、表示シームのロースコードを使います。で今これ点滅してますね。こっちまだ点滅してます。でこの点滅はなくなるまで待ちます。両方ともねなくなるまで待ちます。個人情報出てない。個人情報を見つけてしまった人は内緒してください。ダミーでフェイクかもしれないですね。でこれ今これがここがちゃんとね緑色になってなってますね。で点滅してないです。点滅してませんね。でいいですね。でこっちも点滅しなくて常時点ですから OK です。じゃあこれで変えます。最初の標準資料が十何個入ってるやつに戻します。こうでいいかな。こうですね。よいしょっと、疲れましたね。まあ取り出しておきましょう。まずはこれをパチッと開けて、でこうね、でおいこらちょっと、でまずは取り出せないのでちょっと出します。
気をつけて落ちないように気をつけて、でその後に押さえながら、でちょっと押さえながら前に出してこれです、ね、それであとはこの標準後ろに、この標準後ろに戻します。こちらの方向です。こういう感じです。いっぱいありますね。こういう感じです。こうです。で、もう引いて、あとは押す。で、ちゃんと何も大丈夫なので確認します。少しね。いいね。で、大丈夫ですね。で、ちゃんとこれで。よし。いいですね。それで、あとは、よいしょっと、もうすぐ終わりですね。まあ、終わりってじゃなくて、もうすぐ終わりってのもあれですけど。終了点じゃなくて、で、これで、次に、バキューを押します。で、OK ですから、OK です。眠たいね。もう疲れた。マジ疲れたわ。まだかな。まだかな。手滅おりましたね。で、こっちも手滅おりましたね。あ、まだやってますね。まだ、まだ手滅中継待ちます。手滅終わるまで待ちます。待ってください。うん。止まりましたね。いいですね。では次ですけど、資料を入れます。あ、取れちゃった。だだ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 だ。はい、これちょっと。これでいいですね。で、入れます。ゆっくり入れればいいです。もう帰らないときは一回ちょっと引いて、もう一回で回してみてください。うまくいかないな。よし、で次右回し。でこれ下にも上になってます。見えるかな。上になってますね。で引きます。でこれです。でちょっと戻って、おいしょっと、よし、と
もらってますね。そしたら SDT、まあ、さっき入れたのに選択して OK です。で一応ホーム1にしておきます。よしと。であとはホーム1で確認したらこちらをですね、こちらを倒します。こっちを引きながら倒せます。こう畳めます。畳んどいてくださいね。よしよし。でこれでいいです。これはちょっと、であとは他にもやることありますね。次ですけど、次はこの右側やります。右側やりますね。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。右側ですね。で、右側は右モニターの方の報酬のこのホーム位置移動するをします。で、OK しましたって出るんで、これ OK 押してくださいね。 OK で、ちゃんと戻ってきます。なったと思いますね。ホーム位置に戻りました。じゃあ次 OM モニター、光学モニターにして、これを押します。光量っていう今まだついてるんですよね。それはね、あそこがついてるのとか分かります。あれがランプついてますね。で、これをですね、おいこれちょっと押しますと消えます。ここの光量が消えるのと同時にあそこのところも暗くなってますね。で、光学モニターだの電気消えました。で次にこちらに移って、そして自動加熱のやつにしなきゃいけないですから、ライトをクリックしたら拡張設定をクリックします。これですね。この拡張調整をクリックします。これをクリックして、で次に自動加熱をオフで、測定開始をクリックします。で、あと3分12秒少しずつですね、加熱高度が下がってきます。で、残り時間が3分ちょっとですね。待ちます。もうちょっとですね。なんか高さの位置が斜めってるのは私が設定が悪いんだな、おそらく。よし、まあ綺麗に撮れてるんですけどね、本当ね。まあこういう装置をですね、ユーザーが使えるところもあれば、技官の人がもう専属で使うこともあります。で、技官の人が専属で使うのはね、かなり使いづらいところがあるわけところもありますね。まあ技官の人であればプロフェッショナルなんで、ちゃんとデータ出るんですけど、教育としては、本当はユーザー学生ができると本当は一番いいですね。特にそんなに難しいところはないので、きちっと使えば学生でも使えると思うんですけどね。特殊な技能や知識が必要ならそういうものを書いたマニュアル作ればいいだけの話ですから、ちょっと学生でやれてない、運用できてないところがあるのがちょっとよくわからないですね、私も。まあ、学生で使うところもありますから、学生で使うところの研究室が大学があったら、まあ、どんどんとね、勉強しな使いながら勉強していって、スキルを高めて、今後に生かしていただければと思いますね。そんな
なに難しい装置はないですね。まあ、フィラメントの交換も本当は動画にできればよかったんですけど、ちょっと私もまだ慣れてなくて、フィラメントの交換フィラメント交換の時もあんまり数えることしかないので、そうですね、フィラメント交換知ってる人にフィラメント交換やったりしますね。フィラメント加熱コードで綺麗な、ね、曲線じゃなくてギザギザギザっていった時にはフィラメント交換必要になるので、それやらなきゃいけないんですけど、フィラメントコードはもうユーザーでできるところがありますね。あ、ユーザーでやってるところがあります。学生がやってるところがあります。ちゃんと管理してマニュアルしっかりしてますし、そういうところはで、この装置ので、ね、ちなみにフィラメントは50時間で取り替えってことになってるみたいです。あ、50時間ぐらいでということですね。まあそれ以上短い時もありますし、短い時もありますから50時間にあまりこだわる必要はないんですけど、それフィラメント取り替えは50時間ぐらいになるということですね。まあ、どのぐらい使ってて、あ、そろそろフィラメント切れそうだなっていう時にはよく考えていただくとかですね、いいこともあると思います。で、まあこれ自動加熱終わりましたら閉じます。で、これが終わったらファイルの自動加熱を終了したらファイルの終了ですね。でもこれでいいですね。で、この下のこの終了ですね。あ、トラップがあったな。今のは見なかったかもしれないです。見ても言わない見ても言わないかという人で、で EPM、 ここの PC の場合には EPM ショートカットがあって、なおかつですね、他の PC でデータ通信するようになってます。まあそれはちょっと省きます。特に、データの通信についてはもう各研究室に教えてもらえばいいかなと思います。特にそこはそんな難しいところではないです。他の PC を立ち上げて、データ転送してあとは USB 挿してっていうことだけですので、特には問題ないですね。こんな感じですね。すいません、最後ちょっと入っちゃったんで、もしできたらあのところはカットできたらいいなと思います。多分カットすると思ういや、できないかもしれないけど、こんな感じですね。で、データを移すのは内部向けにはちょっと少ないですね。あと、そうですね、そんな感じですね。あと忘れちゃいけないのはあれ、片付けてレシケットの中に入れることですね。そんなもんですね。まあ、あとは内部向けにちょっとデータテストはね、ちょっとね、もうちょっと内部のものがありますので内部検証を作ろうと思います。まあ、基本的にはこんな使い方覚えておけばいいと思いますね。皆さんも管理するように、使用するときになったら参考にしていただければと思います。